皆様、お疲れ様です。動画のご視聴、誠にありがとうございます。今日も楽しくオリエンタルキャリアやっていきましょう。皆様、いよいよですね、いよいよ。現在3月31日、ランキング戦が終わったところなんですけれども、動画が公開されている頃にはですね、4月1日となりまして、新レイド魔性だったりですね、ラクド、2周年イベント、SP 調量の実装、奇策チャレンジだったり、装備の玄武の実装とかですね、軽動への玄武の実装など控えております。私はベイビーの入園式ということでですね、明日はおめでとうということで、関係ないんですが、すみません。とにかくですね、盛りだくさんな一日がやってくるということで、そんな中でですね、マイチャンネルの4月の一発目の動画はというと、やっぱりマイチャンネルといえばですね、編成紹介がやっていてですね、自分自身一番楽しいので盛り上げてやっていきたいと思います。もちろんどんな編成を紹介するかというと、前回の動画で紹介させていただきました新 SPAU 人権狼こと関節長領ですね、運営様からもですね、X の方で初心者向けの編成難易度を少し落とした編成で紹介されていましたね。ストーリー用というような形で、紹介していました。私はですね、今回紹介させていただくのは、がっつりやり込み系でですね、人権狼の関節長領を使った、最強編成はこんな感じになるんじゃないかっていうのをですね、いくつか用意してきましたので、もしよろしければ、皆様の編成を作る参考になればですね、嬉しいです。よろしくお願いいたします。改めまして皆様、お疲れ様です。それでは早速ですね、編成紹介をしていきたいのですが、その前に簡単にですね、SP 長領の強みを話していきたいと思います。詳しく、SP 長領の強みを知りたいという方はですね、前回の動画で上げておりますこちらの動画、リンク貼っておきますので、概要欄からですね、ぜひまだ見ていないという方は見てみてください。簡単におさらいをさせていただきますと、学神絆で編成を作る場合っていうのは、貫突状態の能力、貫突状態 UR5 の能力にはなってしまうのですが、味方のパリー率が上昇するというところがめちゃくちゃ強い。そして SP 長領以外の武将で火力担当がいた方がですね、 SP 長領の強力な気力回転がですね、早くなって運用することができます。続いて呂布絆で編成を作る場合には、これまた貫突状態の能力なんですが、通常攻撃を行った時に隣接する敵にさらに通常攻撃を行ってくれるっていう、強い通常攻撃がかなり手数が多く打てるっていうところがですね、めちゃくちゃ強いところとなっております。伏撃状態が1ターンしか持たないものですから、その1ターンの間にどれだけ通常攻撃を打って敵の編成を崩すことができるかというのが重要になってきます。それを踏まえてですね、これから紹介する編成見ていただけると理解しやすいと思いますので、よろしくお願いいたします。それではやっていきましょう。まず一つ目に紹介をさせていただきますのが、前回の SP 長領の解説動画の中でも紹介させていただいた女子パーティーの中に SP 長領を入れるという編成となっております。1番から SP 長領、ここの長領、普通の長領のところは SP 長領で運用すると考えてください。1番から SP 長領、2番が長騎兵、3番法令損傷校、4番が長年、5番が流行格下、6番が細分岐となっております。SP 長領の絆についてはですね、どっちでも使ってみたいんですよね。もちろんですね、汎用性の高い学神絆で使うのがですね、鉄板で強いとは思うのですが、4番に配置しています長年に関しては、味方全員の通常攻撃の回数を上げてくれるというような能力があります。通常攻撃を打った時に1ターンの間ですが、SP 長領は通常攻撃を打った時に隣接する敵にどんどん通常攻撃を打っていくことができるという貫突だったら、そういう能力がありますので、これがですね、結構刺さってくるんじゃないかということで感じます。その場合はですね、速攻編成を目指すということで、SP 長領をもし呂布絆で使うとすればですね、味方の単体攻撃の火力を上げてくれるような、10名長飛、前回の SPAU を入れて通常攻撃に対して反応してくれるバウン力を配置したりして、速攻型の編成を作るっていうのも面白いかと思います。まず一つ目の編成は、女子パーティーの中に SP 長領を入れるという編成でした。二つ目の編成は、今現在、めちゃくちゃですね、みんな運用している人が多い、10名長飛
の食編成の中に SP 調料が入るというものですね。これもめちゃくちゃ強いんじゃないかということで期待しております。まあただですね、ここまで、キャラのですね編成難易度が高いとなるとですね、強くなくてはならないみたいなまあ正直ド本命の編成でございます。絶対強いだろうなということで感じております。もし流行格下があんまり育ってないよとかいう方がいればですね、この流行格下のところはですね、高孫さんを入れてしまうっていうのも一つ手だと思います。なぜならですね、今後、みんなやってくるなーって思うのが一番に調料を置くというパターンが多いと思います。SP 調料をどんな風に強く運用するかっていうことを考えることも大切なんですけど、 PVP で勝ち上がっていくっていうことを考えたらですね、どうやって対策しようかというのを考えるのもっていうのも大切になってきます。なので、対策としてですね、突き飛ばしてしまうということで、運用していくのもですね、一つ効果的なんじゃないかということで感じております。二つ目の紹介する編成は食編成の中に SP 調料を入れるというものでした。使ってみてください。最後に紹介をさせていただきますのは偽編成です。この場合 SP 調料は旅夫絆で使っていくという流れになります。旅夫絆で SP 調料を運用した場合、貫突だったらなのですが、魏の五将軍が気力攻撃を打った時に SP 調料はめちゃくちゃ強い、通常攻撃を打ってくれるというムーブを起こすことができます。なので、魏の五将軍を多めに配置しているこちらの編成ですね。1番から SP 長領呂布絆、2番が長江私の推し、3番が序章玄武を持ってめちゃくちゃ強くなったデバフも、かなり強いで、偽編成の偽英雄の、記録回転も速くしてくれる、それから学神爆砕剣ですね、それから右近、よくわかんないですね、それから右近、武器については、味方の耐久力のアップとですね、気力回復の補助なんかもできる英雄でございます。敵がシールドを張っている編成に対してかなり強い武将です。それから、流行格下となっております。流行格下は、速攻編成のですね、気力のアシストなんかもしてくれますので、かなり、相性が良かったりとかします。こちらの流行格下育っていないよという方はですね、新たに玄武が実装されます。装備もこの編成とかなり相性がいいですので、ぜひ使ってみてください。それからですね、もう学神右近は使わないで、さらに、強力な編成ということで考えると、先ほどのですね、先ほど紹介させていただいた10名超飛とですね、流行格下を一緒に使うっていう編成もなかなか面白いのではないかということで思います。10名超飛について育っていないという方はですね、ワンチャンですが、ワンチャン味方の通常攻撃の回数を増やしてくれる超音を配置をしてですね、まあ、3番あたりに配置して使っていくっていうのもかなり面白いんじゃないかということで期待をしております。ということで、3つ目は偽編成をベースにして、まあ、長江と徐江ですね、主に、偽編成をベースにしていろいろいじっていくということで紹介をさせていただきました。ということでですね、主にベースを3つにして、皆様に今回は編成の紹介ということでお伝えをさせていただきました。いろんな使い方だったりですね、運用方法あってですね、 SP 調料を使った編成って、どんな編成作っても強いんだろうなということで感じてしまいます。どれか一つでもですね、皆様の編成の参考になれば、嬉しいかと思います。いかがだったでしょうか。いやー、オリアカのですね、編成を考えるのってめちゃくちゃ面白いですよね。ただちょっと強みが SP 調料については、旅夫で使ったとしても学神で使ったとしても、かなり強いそのスキルっていうのがですね、貫突の状態になってくるものですから、特に旅夫なんかはですね、なってくるものですから、まあ運用がちょっと難しいなっていう、課金者向けになってしまうんですが、もしよろしければですね、まったり、今後の参考にということで、参考にしてみてください。ということで、本日はぶっ壊れ人権狼 SP 調料を使った編成でした。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。また見てね。